それではですね、ちょっと混んでいますので、ご質問がある方は挙手をお願いいたします。何でもご質問してください。ギターの方に質問なんですけれど、はい、ギターの音色がすごい良かったのですごいなと思って、フルアコ後半使ってはったんですけど、ハウリングもせんとあんな綺麗な音どうやって出してるのかなと思って、ちょっと音作りの秘訣じゃないけど、音作りの、どうやってなさってるのかちょっと教えていただけないでしょうか。お願いします。難しい結構難しい、テレカスターを使ってる時にはもうちょっと弦あるし、そしてちょっと、フルアクスティを使ってる時にはちょっとボリュームを下げて、ちょっといつも、パームでちょっと今いつも使ってるから、ちょっと弾いて、ちょっともうすぐハウルしたらちょっともうちょっとちょっと結構難しい、まあそしてライブの時には一番難しい、でもスタジオに全然大丈夫、でもちょっと今日はちょっと難しかったピアノの方に質問したいんですけれども、ピアノの技術がとても素晴らしかったので、どれぐらいの間ピアノをされていたのか少し尋ねたいんですけれど。 I used to practice maybe up to 4 to 7 hours a day at one point, but then it would, you know, maybe, you know, 2 and 3 at some points, and now I just work and play all the time, so I don't have a lot of time to shed.さっきの音作りの話とちょっと関連するんですけど、聞いていたらなんか音のバランスがすごくいいように思ったんですよ。なので、どなたでもいいので、音のバランスの作り方で気をつけていることがあれば教えてもらいたいなと思います。 Yes, please. The balance, in this particular case, because we do have speakers, is done by a man up there who maybe will say hello. Hello.But it also has to do with the band members listening to themselves and balancing themselves. When they do that, it makes my job a lot easier. ベースの浅井さんに質問なんですけども、はい、今回、唯一の日本人プレイヤーとして、海外の方とライブに参加しているんですけれども、海外の方とライブすることの醍醐味とか素晴らしいこととか教えてほしいです。醍醐味、いや、でもまあなかなか経験できないんで、なんかすごい新鮮なんで、すごい刺激は受けますから、そういう意味ではすごい貴重な体験やなと思いますね。他にご質問がある方られませんか。はい、あ、そこでマイク係さんお願いします。あ、すいません、演奏ありがとうございました。ご質問なんですけれども、レベッカさんとジョンさんにご質問なんですけども、バークリーは音楽について、学ぶことのできる学校だということなんですけれども、お二方とも作詞もなさっているということで、その、音楽ではなくて作詞についても学ぶシステムとかはあるんでしょうか。Yes, there's a songwriting major, actually, which I was a songwriting major when I was there. So there were classes in particular for lyric writing, several stages, lyric writing 1 and 2. And then you would have songwriting 1 and 2, which would be more music based, but would also incorporate lyric writing. So yes. Any comments from you, John? 僕は取ってない。ジョンさんは取らないで才能でやってます。レベッカさんにお聞きしたいんですけれども、ボーカリストとしての道を志そうとお思いになったきっかけなどがあれば、ぜひ教えていただきたいです。 Please. I don't think there was ever a moment I decided. I think I just was born knowing that that's what I wanted to do. My mother is a singer and my father plays piano, soI was exposed to it very young, and I just don't remember ever not feeling like that's what I was.